東栄市は中華人民共和国三島省に位置する地球市。黄河が渤海に注ぐデルタ地帯にあり、勝利油田を要する新興石油都市である。新代は西軍に属した。艦長が成立すると地域は戦場軍及び、西軍には工業圏は工業国へ改められている。新朝が成立すると、県新軍の管轄となり、地域には戦場圏、老園受権、 セブ県、延べ定県が設置されたが、五管が成立すると、全館の行政区画に戻された。60年、戦場県は戦場国されるなどの行政区画改編を経て、五管末には楽安国、利県、駅県、広市県、盾城県が設置されていた。三国時代になると地域は、義の半都とされ、青州学安国の白馬県、利県、盾城県及び、 奇襲学寮国の室坂試験が設置された。その後の義心乱北朝時代もこれらの行政区分が添いがさにされ、地域は、青州西軍、楽安軍及び奇襲学寮軍の管轄とされた。追朝が成立すると、当初は修正が採用された。583年、工業権は戦場県と改められ、青州の596年には、室坂試験が、 川の大県と改められ、大衆の管轄とされた。607年、修正の廃止に伴い、西州は、北海軍、大衆は、北海軍に解消されている。東大になると、再び修正が採用され、地域は、河南道、西州及び、上州、川北道大衆の管轄とされた。東大の行政区分はその後の王朝により、統襲され、総長は、 現在の工業圏に、京都アズマジ西州千浄圏、立圏に、河北路、それ以外に河北アズマジ浜州北海軍を設置、金も、三島東アズマジ駅都府及び、浜州を設置している。岩町が中国を統一すると行商制度を施行、地域には、中所省三東アズ道の五位つかます都府楽安県、及び中所省三島東アズ道の部市、浜ス立県が設置された。 その後も行商制度を廃止した明朝は、三島省潜府制止施政州府楽安、県、三島省潜府制止施南府、浜マ立県を、詳細を採用した新朝は、三島省政州府楽安、県、三島省裁南府立県及び、千果県の一部とされた。1913年、前年に成立した中華民国は、州府制度を廃止、落安県立県は、 三島省直轄とされた。日中戦争期間中は、日本の支援を受けた中華民国臨時政府の実行支配地域となった。そうした情勢の下、中国共産党は、公日運動を実施、1939年には、三島ただし差し制員公所のもに駅、樹林公司編検政府を設置、1940年には、工業兼公日民主政府、 1941年には、広北県、荒木区建設委員会市、北海行政公所の管轄とされた。中国国民党も1938年10月に、国民党三党法案16度により、公尿権が設置されたが、わずか4ヶ月で崩壊している。中華人民共和国が成立すると1950年5月に、北海行政区が廃止となり、地域は、 めぐみ区の工業県立県荒切り県が設置された。1958年、立県が廃止となり選果県に統合。翌年には、めぐみ区と白紙が合併し白選区が成立。地域は、工業県選果県及び研究のことを人民公社の管轄となった。1961年には、立県が選果県より分割。また、 めぐみ民地区と白紙も分割されている。1964年、当時農村に過ぎなかった東栄村付近で勝利油田が発見され、一気に人口が拡大。1983年12月には油田発見地にちなみ地球市としての東栄市が設置された。その後2000年に全国的先進都市に選定され、2003年1月には三島省政府が 黄河デルタ地帯への山東省加工製造業基地の建設を承認するなど工業都市として発展している。三四かつ区二県を管轄する。中国大陸第二位の規模を誇る勝利油田をはじめとする土地資源に恵まれた黄河デルタ地帯の中心都市であり、市民の生活レベルは山東省の上位に位置する。三大プロジェクトを2020年頃までに達成する。 ことを当面の目標としている。ありがとうございます。